こんにちは。マトリックスアフィリエイトと聞いて皆さんは記憶に新しいでしょうか、それとも全く聞いたことがないでしょうか。私はですね、このマトリックスアフィリエイトというものにピンときて、あ、これだなと思ってマトリックスアフィリエイトというものに参加した結果、とんずらかかれました。もうやられました。やられるのも込みで参加してみたってところありますけどね、やっぱりこの何かにトライするってことは足元を救われる可能性もあるかなってところなんですよ。私がその時足りなかったのはリスクヘッジなんですよね。リスクヘッジができなかったんでマトリックスアフィリエイトにポンと逃げられた。マトリックスアフィリエイトに入金をした、入金をしたんだけど何もなくてパンと逃げられたというね、まあでもね、逆に言うとね、このマトリックスアフィリエイトでなんかね、その妙なことを仕掛けた、そのね、人がいるわけですよ。そのマトリックスアフィリエイトみたいなね、まあちょっとわからない方すいませんね、いわゆる情報商材で売って入金を待って逃げるみたいな、お金持って逃げるみたいなことをやった人がいるんですけども、彼はそのおかげでですね、多分もうね、出てこれないと思うんですよ、でなんかね、匿名かなんかで YouTube やったりとか Facebook やってたんですけども、それを見つけちゃうのよ。私がそこに行ってこんにちはとか言って書き込むわけですよ。マトリックス頑張りましょうみたいな感じでね、別に金返せとか全然言わないんですよ。もうマトリックス応援してますみたいなことやるわけですよ。そしたらアカウントを閉鎖してまたツイッターとかに逃れてるんですけども、私もツイッターもフォロワー多いわけですからね、ツイッターでマトリックスアフィリエイトみたいなのやるわけですよ。で結局もうね、できなくなっていくということなんですよ。だからね、やましいことは続かないんですよ。インチキは続かないんですよ。でインチキ続けてるとしたら相当なんですよもう呆れるぐらいの人いますけどもね。さあ、いろいろと申し上げましたけども、こうやって詐欺師ですら継続できなくなるんですよね。詐欺師ですら詐欺は続けられなくなるんですよ。で詐欺をする人ってもうちょっとの作業でお金もらってパンと逃げようって思ってるんで、もちろんもともと継続力ないんですよ。で継続力がある人っていうのは詐欺とかしなくてもずっとやる、もうね、勢いがあるんでやっていけますし、ずっと続けるっていう風なこう腹があるんで、その短絡的なね、売り上げとか求めないんですよね。長い目で見てしっかりと地盤を整えて、でしかもそこにずっと居座るみたいなことができますんでね、でその根底にあるのはやっぱり感じることだと思うんですよ。私は自己アフィリエイトを知った時に、これは1年間3年間で1億円以上稼げるなっていうふうに感じたんですよね。何のデータもないんですよ。何のデータもないけど感じたんですよ。あとは感じたままに行動をしていったってことなんですよね。皆さんはね、だから何かについて感じることはあるかなと思うんですよ。なんとなくこうじゃないかなでいいんですよ。そういうちっちゃな感じ方でいいんですよ。それをすごく大事にしてほしいなと思いますし、何かアウトプットするときに自分の思い描いた妄想をですね、言葉にしてみたり文章にしてみるっていうアウトプットの訓練をする、感じたことを、まあ、理論に落とし込んでいくというかね、文章に落とし込んでいくとか言語に落とし込んでいくっていうことを、そういうことを繰り返すことによって伝え方が上手になっていって、伝え方が上手になると伝わる人が増えていくんで、こうやってね、媒体ができて視聴者さんが増えるってことになると思うんですよ。ぜひね、感じることをすごく大事にしていただいて、どんなことでもいいんですよ。いいことも悪いことも感じたことをまずは言葉にしてみる、文章にしてみる、表現をしてみるってことをやってもらいたいなと思います。でそれをね、繰り返すことによって継続力もつきますし、感受性っていうんですけどね、私でいう受信力、こういったものが磨かれていくんだと思うんですよね。で感受性がどん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 磨かれていくと、今度は自分が無意識に発信しているものにも気がついていくんですよ。例えばこうヘアスタイルだとか表情だとか服とかね、自分が意識しないのに発信してるじゃないですか、こういうもの、こういったものにも意識が向いていくんではないかなと思いますよね。まあそういった形でね、私もね、こう適当に撮ってるようですけどもどんな、このね、 T シャツだったら T シャツ、どんな T シャツで映ろうかなっていつも考えてるんですよね。こういうのもなんか楽しみの一つかなと思います。まあ吉谷さんの姿を見ると、まあね、別のところで感じさせ方に意識を向けてるのかなと思いますけどもね、まあ、その辺またなんか考えがありましたら聞かせてください。それでは失礼します。